カチャ、メカテンじゃねえ、どれだっけ、これか、見切れてる見切れてる、めっちゃ見切れてる、先輩見切れてます、よろしくお願いします。では万葉がなんかいなくなっちゃったんで、俺と先輩2人で組み合わせ抽選やっていきたいと思います。視聴者がこの画面で特に見れるわけではないので、ただおっさん2人が映ってるだけなんで、よろしくお願いいたします。かっこいいやねこれね。ではちょっと恥ずかしくなってきたんで、こちらの画面にして、まず乱数をストップと言ってください。あ、1回で決めることになりました。じゃあ行きますよ、乱数変更していきます。皆さんトーナメント表 Twitter の方を上げたんですけども、乱数変更完成、決定してから更新していただければ最新のものが表示されると思います。では乱数変更、ホークさん押してください。いけ、1回です。順番をシャッフルして続けますか。はい、どうぞ。 OK です。シャッフル終わりました。では、トーナメント表の方を見ていきましょう。よいしょ、皆さん更新すれば多分最新状態な、トーナメント開始をします。はい、0回戦組が2つ決まりました。見えない立てないキャラ可愛いチーム対ベッドマンが俺の自転車盗んじゃったチーム、0回戦第1試合。そして0回戦第2試合はゲーミングお嬢様軍団対 MTG となります。こちらの0回戦2つを、行ってから1回戦に入る形になりますので、よろしくお願いいたします。さてでは見ていきましょうか。よいしょ、じゃあね、どれだっけ、運営席じゃなくてこちら、あ、みんなが映っちゃってる、やばいやばいやばい、あ、アライグマで太郎さんの顔が隠れてる、やばいやばいやばい、いけるか、コーナー編で話してもらおうかな。はーい、じゃあ0回戦見えない負けないキャラかわいい早本キャロムヤドカリチーム対レッドマンが俺の自転車盗んじゃったチーム、お越しください。じゃあ試合前に一言ずつもらおうかなと思います。せっかくなので、マイクマイクマイクがこれしかないとあれか、ちょっと待ってね。Guilty Gear Exar Rev 2めっちゃ消毒して俺の使ってもらえ、すいません、多分大丈夫、毎回消毒してるんでそんな痛くないと思うけど、頼む、アルコールよ。どうしようかな、みんな写すのもあれだし、じゃあこのままの画面で喋ってもらおうかな、なんかあれかなと思ったんで。では、見えないと出ないキャラかわいいチーム代表早本さんでよろしいですか。聞く前からで、ベッドマンが俺の自転車盗んじゃったチームは代表者決めといてください。じゃあ早本さんに一言いただきたいと思いますので、この大会にかける意気込みをよろしくお願いいたします。あまり何も考えてはいませんけど、キャラ可愛いのは僕のチームメイトの方なんで、見えない立てないは僕のことなので、よろし盛り上がればいいと思います。よろしくお願いします。普段ねあんま喋らされないからだいぶ恥ずかしいと思いますけど、頑張っていただければと思います。はい、じゃあベッドマンが俺の自転車盗んじゃったチーム代表どうなった、
お、アランさん行きますか。じゃあこちらまでお越しください。今ちょっと画面新しく作り直すんで、はい、よろしくお願いします。意気込みの方なんでもいい、はい、皆さん今日は俺のチームを絶対勝ちます。よし、ブラジル行きましょう日本語うめえ日本語うめえと今オバマの野郎、あの野郎さあ、というわけでゼロ回戦のカード意気込みいただいたということで、早速ね、席決め、そしてじゃんけんをしてワンピー、あ、ごめんなさい、ワンピーツーピー決めた後に先方は同時出しとなります。よろしくお願いいたします。まあ、ゆっくり時間使っていただいて結構ですので、はい、ちょっとその間に俺はちょっと準備します。はい、ワンツビが OK、 ワンピーが OK。 はい、じゃあ早速始めていこうかなと思います。では9月26日第1回帝甲子園ゼロ回戦第1試合始めていきたいと思います。皆様盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。あ、よかった、大会できて本当によかった、嬉しいですね。ちゃんとこれストライブ新作まで続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ゼロ回戦となります。見えない立てないキャラかわいい、早本涼キャラもディザイヤドカリメイチーム、みんなね、レオもかわいいよ。ベッドマンが俺の自転車の後ろにジャッチーム、ノルスレイルシャリアバッパーランカイチーム、絶対俺のチームの勝ちますということでさ、マヨ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 でもいい、マヨマヨしかいない、いない、マヨはいない。今プレイヤー名書いてくれると助かるかなって思ったんですけど、今日はね運営チームもね出てるんですけども、ちょっと一人だと大変、ごめんね、よろしく。あ、これ持ってて。さあ、ノルスさんのレベル、ギャルモさんのビジーの試合ですが、ちょっとこうバースになってね、ガーッと乱れます。マイピバイク、かなりね、走り込んでのマイピンを対応するタイプのギャルモさんということで、まあ、パックの打ち方、ラッシュの使い分けというのを意識していないところですね。さて、下段が刺さる、画面はチェック、こうなってしまった、かなり苦しいぞ。足止めてピュアルとエクスタンでギャラが置かれてしまっているのと当たっている、ちょっとディレクトルともあるが、さあ出していこう、針を投げてゲージを持っている状態、この距離ですね、スピーキーはどれか当たらないかの程度の魚、これために意識していかないと危ない。あーっと、これがゲージを使ってでも逃げるべきですがかもしれない。これで魚を抑えてロマンキャンセルが出るんで、これはロマンキャンセル、先方戦勝利はギャルムさんのディレクトルです。でね、これ新しく用意したんだ、これこれを用意したから、そうそうそう、これも使っていって、そうね、Here comes the daredevil。 どう受けしたものなんだろう、難しいな、人によるか、この辺は手でやりますか。この画面とゲーム画面、さあ見ていきましょう。絶対勝ち宣言をね、チップ割りにいただきましたアランさんが出てきます。止めたい、うまい。お、でもアランさん21歳になってる、すげえ頑張ってる。うわ、なんかちょっと怪しい感じではありましたが、地上波が刺さります。うー、もう一回怪しい、再び怪しい、足長いバンカツ、レーザーダッシュ出ない、決まるかもしれない、直前カード、これは投げられてしまった。フリッツ、これは壁切る、マイハイから投げをマイハイにすることによってオフィスヒットというところもあるんですけども、さあそれがもう決めが通っております。ギャラムさん気持ちよくなっております。一本選手でライアンド大変とかそうな辺がありました。ああ、ミスってしまった、ターンがない、フェイクルさんにしたかった気持ちが伝わってくる。足払い、登りたて、裏はガード下が足払い、腰の足払い食らってしまってね、なかなか攻めが終わらないという状況。ちょ
5番キャンセルからアワー前ハイジャンハイがこれは着地しゃがみガードになってるのが刺さりましたね。ちょっとした FC ヤロムさんが未来は思い描くの。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? そう、0回戦割がありますが、一発勝です。さあ、シャリアさん、できました。急げ、間に合わんぞ。先にゲーム画面。はい。これ、つながっていいか。シャリアさん、シャリアさんですね、先に行ってきます。私は、はい、そうですね、トーナメント表の写しはこちらにできましたので、ちょっとね、見づらいなって人はこちら見てもらえれば大事なんですけど、大体ここ運営席でわちゃわちゃしてるんで、まあ、お手元の携帯電話で見ていただければなと思います。ゴーイングマイウェイ、置き攻め、いけ、前ハイが届く、今にハンマーがフィニッシュ、そしてミスフィニッシュまでが到着、バイクハンマーアッサンピオッサーめちゃくちゃいい位置に降ってきた。シャリアファースト1本、たとえチームメートが2人敗れたとしても勝ちはいいんです、勝ちはということで、ね、全力で応援に加わっておりますチームメート、応援の力がね、相手の良さに関係するかは分かりませんが、なんか雰囲気はいい。あー、燃えたさあ、ジャンディー何でもありません。そして両者ヒット、前 B で返す、フェーザー、木の実、ナイスラ、ここ差し系よく見ていましたが、バスケの下からのカスタレーションを見ています。少しね、足のサイド回復、ここはショート前に振っていったっぽいです。あー、なんか物投げられないっぽいですね。うまい、中田さん無事が来れなかった。しかもカウンターヒット、もう一回ピヨンじゃねえのこれって感じですか。まだ大丈夫そうです。スピーカーはローダフじゃない、ノーマンですね。素晴らしい、はい、よくできました、よくできましたって、どんだけ偉そうなんだ。さあ、大勝者アリオファースト粘りました。素晴らしい試合。人を傷つける力なんてあなたには不安じゃないですか。悪い、ちょっとこっちの画面も見させてくれ。右から何も聞かない、バージョンは我慢して。なんかね、音おかしいんだ、ちょっと待って、今直せないんだ。さして、そう、おっとここで、ヤドカリさんが出てきました。はいはいはいですね。いや、それから、亀梨、非常にセットプレーの火力が高いので、いや、それが、ほら、ジャンエスですね。このジャンエス、まあ、ちょっとよくそのソロでね、ジャンハイの公式で空中出したんですけど、例もね、同じように、ジャンエス先出し、公式で空中出したね。これが強いですよ、当たると。うまい、そして1通りいる。しかし、アリアさんも橋までね、なんとかたどり着ければというところですか。登場、取れるかな、走っていく前 B、上から楽しみ、ジャンプです。山本さんが連れてきた用心棒と乗っていますよ、山本さんです。おっと、愛が刺さる、マシピ、取れる、広瀬さんも応援してますからね。ナイスアグリッツ、これを見て、ここもかわいい、走ってきた、大事、2杯当たって、この投げ、取れます、かなりイルカに触ってしまうと、シネスマーガブリッツ、よっぴん、おー、届いた。しかし、シャンデスコアに手に取りますよね、もちろんね。あと、ハマッと、届かない、削りを狙うが、フォルト、どうする、時間いっぱい使って爆発、さらに爆弾、ジャンハイ、ボールが来る、あー、ゲージがない、もう、耐えれません。さて、クイズ戦、これ、おいしいバスカで、ボール。このボールは空中で食らうのだけは避けたい。こちら地形体系を誘うようなジャンプとなっております。ラジオスタジアムバスガード、あ
飛んだ飛んだ、キングキャンセルだったね、正解ですね。あっ、届かなーい、刺さって乗せて、さらにエリアル、エルセンガで落とします。計算が見えない、体力は削り切り成功。勝ったのはチーム見えない立てないキャラかわいいチームとなりました。ゼロ回戦勝利となります。おめでとうございます。この鳥肌が教えてくれる。はい、ちょっと待って、ここでね、スコアフォー、あ、間違えた、3対1。はい、では続きまして、ゲーミングお嬢様軍団対 MTG チーム、ゼロ回戦第2試合となりますので、こちらまでお越しくださいませ。敗者復活ありません、一発勝負です。なぜなら攻撃が好きだから。方針感あってね、いいですね。はい、じゃあ後ろ通してあげてください。代表者に、一言いただこうと思っておりますので、じゃんけん終わりましたら 1P2P 移動した後に代表者一言、あ、ごめんなさい、代表者でもいいし全員喋ってもいい、喋りたければ喋ってください。はい、先にじゃんけんお願いします。はい、あれ、じゃんけんで 1P2P 決まりました。ゲーミングお嬢様チーム OK。 はい、じゃあ 2P 側からコメントいただこうかなと思いますが、MTG チーム一言お願いします。キータです。今日何もしてないんですけど、チームメイトが強くて予選抜けれちゃったんで、もうちょっと遊ばせてもらおうと思います。よろしくお願いします。キータさんは服投げとかね、めっちゃギルティ力高いんですけど、なんかちょっとざっと今回苦しいなってところなんでね、新作までに報われるようにずっと祈っております。応援してるプレイヤーの一人です。はい、続きまして 1P 側お嬢様、あ、でゲーミングお嬢様軍団代表はどなたか、ラクリスさんいきますか、お願いいたします。一言、あ、顔なし大丈夫ですよ、もちろん大丈夫です、お任せください。はい、どうぞ。やむにやまねる事情でチームメイトが2人とも欠場してしまったんですけど、なんか、ね、強い仲間がいっぱいできたので頑張ります。はい、お嬢様要素特になかったですね、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、かなりここに来るまで不幸なことが不幸続きではありましたが、本戦でね、しっかりと、え、あ、相方がみんないない、大丈夫かこれ。お嬢様組んだ、お嬢様一人しかおらんけど、ラクリッツさんのチーム、アイネさん、シロさん、シロさんいますね。アイネさんはいなくね、あの野郎って切れてますよ、それは切れる。ムホン、え、マジでいない、やばいっすね、まさか、あまりにも不幸すぎるな。え、ちょっと待って、本当にいないの、アネッタイしてる。トイレ、トイレにアネッタ一緒に。はい、それでは全員無事見つかったということで、ゼロ回戦第2試合やっていきたいと思います。ラクリツさん、せっかく組んだチームメイト2人が消えて、本戦当日にまた消えるってね、あ、やばいっすね。というわけで、先方決まりましたらスタートボタンを押し始めていただければと思います。ヘギーさんが面白すぎる。え、あ、ちょっと分かんないっす。え、すいません。
右さんのプレッシャーにちょっと押し負けましたね。さあ、いや俺は右さん好きですよ。けどたまにはちょっとスルーしなきゃ荒らしていこうって俺運営です。というわけで0回戦第2試合ゲーミングお嬢様軍団チームで MTG チーム見ていきましょう。ごめんなさい、ヘギさん見てたら勇気強く忘れてた。ごめんなさい。いや、いいですけど、ヘギさんいると盛り上がるのもっと嬉しいです。さあ、そしてトイレにお熱帯していったアニネさんと間違えた、お熱帯してたはずなんだよね。まあちょっとね、最近は緊張しますからね。アニネさんのリーゼとピンさんザーッと、さあここね、チームメイト2人にもらったということですよ。なんとかこの試合制したいところでありますが、リスクゲージが上がっている。死んでしまいました。やはりね、煽りの佐藤を思い出すともう苦しんでる佐藤はあんまり許してくれ、見たくない、あ、いやそんなことないかみたいな、超ドリブル頭がみたいな感じか。さあ上海、これは表アクリが出ますからね、これ非常に発生保証、タイミングが早くなっております。チャンス、ファイク、これですよ、これ空振りに刺さります。しかし左利きが本当にギーッと残ったか、ジャンプ系ダッシュサビ抜け、右で返したドリル、ガードファイク振っても命がけ、この瞬間移動している、回して押し込むが飛び、ブリッツが置いてあります。対空ブリッツ、しかもね今中央側でしたからね、もし取られたとしても取られなかったとしてもそんなに被害が少ないということでいい選択肢でした。あなたの言葉はどちらですか。一塁にヘッドスライディングする球児のような必死さが伝わってきました。いいブリッツでしたね。Here comes a daredevil. そのチームメイト消えるよ、うるすぎて笑う。いつの時代だよね。TRF とかじゃないのそれ。さあ、レッドクラウンメイク3のアクセル見ていきましょう。一応本戦なんでね、なかなかさてさて、アクセル戦はね結構いるんで経験は積んであると思いますが、どうだ魚、今連戦確定となりましたが、チャンピオンスチャンピオン、あーっとここはさらに急所集中央をバーストイシックス触って今日見たく表、ああ消えたチームメイト心強いです。かなり素晴らしい試合配置を許しています。やめて、もうなんか消えたら強キャラ感ありますよね。あーっと見誤った、ギリギリまでこう引きつけて避けたいっていうのがあるんですね。どうしてもその動いてからだと、その動いたのを見つけてからホールド離されてしまうっていうのがあるんです。日の見系っていうのは引きつけたいんですけど、ちょっと早かったね、動かされてね、カラさんの最強さ、ダッシュ投げ受け、クーダウン、上海、歩き投げ、さあ画面端、ディズニーの強力な攻め、おっとっとっと取りつなかったっぽい、そして焦ってしまったワーストを押してしまった、前は一気に焼き魚でめちゃくちゃ強くよし、さあ上げダンス去って、ここで2連勝となりました。アイネさんのディズニー大将が行かないで振り向いたとベンチシーン、達也はやる男だよと、ヘギーさんがもう完全に保護者みたいな感じで応援しております。間違いなく3人が通せば、それ3対逆3対ですかね、予言が入りました。行きましょう。さあ追い込まれた状況、ホームディション当日予選勝ち上がりとなりました。 MTG うまい、仕上がってますね。はい、はい、こっち、はい、来てマックスティルの失格の MTG をやりました。内容しかもね、前にはかなり発生が遅れなんで、この空中
少しの赤いユーザーシーに当てるしないでアロンチのことを落とします。いやーっと、カニ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 返して中央を立ち上がりますと、勝敗から待ってこの辺に重ねて右側というのが疲弊する部分があるかもしれません。ただ通常のお手紙では他では急がらないように崩れが重なるってことで、このゲーム苦しいかもしれない。ブー投げがうまい。あっと、ここ解放しちゃいましたね。どうかで総裁してんだお前。あっと、そして花火うまい、かっこいい、いました今のベスト4だって感じですね。かっこよすぎる。テレマシリング踏み手ドライバーの叫び声が9時間っていう。お、見えている。コミオプレイでもうめちゃくちゃ言ってるのがやばいと思うんですよ。タツヤってことでね、甲子園に連れてってくれるかもしれません。もう一度甲子園には来ました。あとは優勝だけです。本編では語られていない雨やし、マイクマンフェイキングスとシャイ。ああまた優しくタッチ、呼吸を止めて。やばいやばいやばい、あ、赤いチャンスラック、やばい、やばい優しい。ピンチ、やばいやばい、ダーソンバック2杯、爆発、木の実、まだいけるか。1、置き攻めロンリネス、やばすぎでしょ。1、1、決勝して、さあ3連勝です。ここで勝てば、しかし泡はコースに、この吹き出す、おいしい。エルバッシュ最初の範囲、バッチ範囲、足はいいなくなるが、ミック、ここはご飯を食べれました、マイビーチ。しかし、キーエスにならせ、追いかけて、フルタイプのブリッジをされて、ゲージ入っちゃいましたね、よく手を出しませんでした、急になんか体勢を変えてくる瞬間ってありますよね。さあ、ダースアタック、魚、画面端、下段から2杯、焼き魚、トリフラン、どうだ。あーとブリッド、これ魚をなってたっぽいんですけども、投げ返した、インバーサー、どうだ、間に合うか、レーザー、魚、ナムシジャンピー、させ、投げ抜け、いける、魚が強い、ここでバーサー飛んで、追いかけて潜った、しかしゲージがないので一旦終わりました。おーっと、これはブルマッシュン、ビークドライバー勝ったのはベンチシーン、見せますね。もう完全にこれね、あのバックでも、ヤジウマですよ。達也ラストはやばいですね。ね、途中なんか本当に達也といえば甲子園みたいな感じで実況がバグりましたが、これはまずい。アンサーそう、なかなかね、変化球キャラクターですから、このキャラ達也アンサー詰めてる、すげえ、もう答えじゃないです、かっこよすぎる。すごいですね、ヘギー特別コーチみたいになってますけど、さあ、ミカド甲子園0回戦第2試合、もう熱い、相手について2連勝できましたが、ベンチシーンが止めてのアンサーです。投げ決めて、さあ、まとわって、チャンスイン、緊急落ちたいが、ここは地上戦、前から、あーっと前へのアワレツ星。打ちますが、これやはり打った選手が絡んでに振ってますからね。さあ、チャンハンに引っ掛けて、あとあとあとは2、続いてどっち、下段から経費を落としていきます、ドン。落ちた、投げ間に誘った、そして前に降りてきた、これは分かりません、この選手、知らんさ。クッションして、チャンス、サバーソーン、ナチュからエッグフィーク、2杯は遠くで刺さる、美味しすぎる、おー、レンズマン、うまい、次の見せ目で終わりです、当たってしまいます、あー、勝ったか、クリアからクロスが上がる、あ
ンサーです。いいドライバー、ジャンハイバルチャージャンプリー、もう浮きが足りない。ケージワール、ちょっと始まるか。アンサーのしっかり直前からもしてますね。いい、はい、ドライバー溜めて溜めて離します。ここから張り付く瞬間も出来あるんですけど、ちょっと届かなかったですね。手前系スタンディー、よいしょ、画面端張り付いて表決勝を行かずに、ここは行きますか。あと当たってしまった。ただこれね、当てに取った後発生していました。そこにしっかりとフォーク打ってきましたね。素晴らしい。しかし反発抜いてからこれワンチョンじゃないの。届いた。このコンボいいっすよね。足払いが起きてね。空中ラッシュ、ロマンキャンセル、すごい。これはしっかりとジャージアタック立ち上げ、2連勝、2対2。道端にゴミ捨てちゃダメなんですね。いいですね。一緒に拾ってやるよ。この前が本格派ですよ、達也。全キャラ詰めてる。どん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 勝ち上がりは勝ち上がるのハードルが上がっていく。さて見ていきましょう。チームメイトが消えてしまったお嬢様軍団、ラクリツアクセル大将。走っていく。さあ、ラクリツさんは弁天が置いてある。素晴らしい。いいですね。エルグ、ご飯食べて弁天、足に返す、入ったか、後ろ音を投げていく。素晴らしい。アクセルを買って画面を背負う形になって逃げたんですけど、マイティが浮きます。トト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 あるぞ、バスアタック。おー、切り替えの速さ素晴らしい。画面足続いて、はいはい、ダスト TS 立ち合い、 TS 立ち合い、そしてフェンス上げ、苦しいぞ。足払い、ステップアングル、投げていくか。連戦、もう一度だけチャンスをやろうでしたね。よう投げた。ライダウンとチームメイトが消えてもね、気持ち悪い。さあ、ここでラッキーソンのアクセルが無理か。ダッシュフォーク返していく。弁天のアッテカン素晴らしい。ガードフロー乗せた。さあ、もう一回構えてクラッチラッシュ裏から、この戦後に出たと美味しいバースト使って、ガチから随分と対象マルチャーシング読みが素晴らしかったが、バーストの決定ですね。青オルテクレインじゃないからロマンキャス一緒に向かうが、そっと立ち合い落として、弁天出すと、うわー、吸い込まれた。勝ったのはラクリツアクセル。素晴らしいですね。はい、あの職で当て身をしっかりと選べる、勝ち慣れてますね、ゲーミングお嬢様軍団。軍団が2人消えましたが、もうあれ、ラクリツさん1人でいいんじゃないかねけどですね。いや、ナイスゲームでした。素晴らしい。3対2となりました。0回戦第2試合、勝ったのは3点、お嬢様軍団。さあ、これで0回戦終わりましたので、上から見ていきましょう。あ、ごめんなさい、ここはね、連戦になっちゃうから、こっち見ていこうか。試合やってないところから、万葉撲滅委員会対全員ソルスカイチーム、腕力だけじゃ万葉撲滅委員会、やばいな。当たってないです。手塚ゾーン笑うわ、あれが手塚ゾーンで。いやー、ラクリツさんの手塚ゾーンが発動したと聞いて、
はい、万葉撲滅委員会、たくさん、ヘギーさん、マルハンさんチーム、対全員ソロ使い、白ネギさん、切れ端さん、ジェルコンさんのチームとなります。ソロいないですね。ギルティギアエグザー。じゃあ、じゃんけんして、ワンピー、ツーピー決めてください。はい、ではですね、ワンピーチームじゃない、ツーピーチーム、万葉撲滅委員会から意気込み、こちらカメラあるんですけどね、よろしければお願いします。いいっすか、万葉ぶっ殺しに来ました。ぶっ殺しやかんな。だいぶ過激な球児が現れましたね。放送禁止用語関係なしでした。ありがとうございます。じゃあ白ネギさんのチーム代表者一言お願いします。白ネギです。普段なかなか勝てない相手なんですけど、ワンチャンスチームと頑張ります。スポーツマンシップに乗っ取った素晴らしい先生となりました。ワンピー側これですけど、 e スポーツを意識してる感じはありますが、あ、 e スポーツじゃねえ、 e スポーツじゃねえ、ごめん、 e スポーツなんて出てきたんだ、すいません、お嬢様が、ね、引っ張られたんですよね。 2P 側はね、もうなんかコロシアムって感じですね。甲子園じゃない、なんか来る場所間違えたみたいな。スカウトワンピーが OK ですか。はい、ツピー側も OK だそうね。いきましょう。1回戦もう全部入ってますよ、声相手に全部入ってますね。万葉撲滅委員会先方ヘギーミディア、エタクレイブ、マルハンソルチーム、ワンピーが全員ソルスカイ、白ネギディディ、切れ端、ベノム、ジェルコンアクセルチーム、先方スタートボタンを押して始めてください。スカウター目標1人、スタートが面白すぎて。はい、では1回戦第1試合です。ジェルコンアクセル対ヘギーミディアです。見ていきましょう。第1試合です。1回戦0回戦もね、熱かったですね。さっきのアクセルみたいなことやられたら俺泣いちゃうよからね。ガンガンいきます。投げていく、足払いからニハイ、ジャンハイ、ジャンディ、ハイクラ、ハリーからタンデム、攻め中段つながらない、ハリー耐久を狙っていましたが、耐久がハリー潰されてしまいます。ペラからおお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 一方選手はヘギーミディア必死です。取っちゃった、あーかーん、あーしかし当たらなかった。2杯から持ち上げて、ハリー当たってね、ダンコピン前へパスト、ハイパーか前に、これはすごい、どうなってる、画面端タッチピン、もう一回タッチピン、ハイパーか構えて上からシャンハイナリスからの画面端、下段、これはまさか中段、あーと綺麗に針だけ当たらないがフォローが、なんだって置き攻めのエメラルドレイン、ここですごいですね、令和でミリア使いね、これは見てほしい改革です。置き攻めは消費は重ねろと気持ちよくなって余計なことした、もうやばいですね。高校球児とは考えられない、高校球児じゃないんですけどね
まるで飲酒運転のようなプレイを見せていきました。気持ちよくなってしまったんで、この帝甲子園のこの爽やかなね、ロゴとは真逆の、まあ、なんかこの帝甲子園出場してる選手を見ながらビールを飲んでる観客のような立ち回りを見せていきます、エギーさんです。けどこういうプレイヤーが強いんですよ、大会、本当に。エギーさん自身もすごいゲームうまいですからね。さあ、しのエギーさん。ちょっとこれは欲張りすぎたぞ。まあそう、ピンもそう。白井さんちょっと勢い飲まれないようにしたいが、まっすぐ使って戻ってくる。投げている、冷静ですね。これダウン取れるかな、これなさそう。あ、はい、コマンからの中断。あ、しかしガードとのエンクリース間に合わず、まっすぐディスタリス続いて、下段、前ハイ、上ハイ、上ビー、ハリー、今度当たって、アイアンセーバーから、これは、なんだって、必殺のバックホームが、デッドバグで見せられてしまいました。ピンチ投げ、急にうまくなりました。かなり、今のは、相手の空投げを、空中投げを狙ったような軌道ではあったんですけどね。裏に判定がありました、ジャンプハイから。さあ、行ったり、上。いやここでガード固めようかなってと一気に勝利できますね。さあ前に来た勇気の前ダッシュ、あー前ダッシュ投げバットムーン、これはそう二極目を出した。お、これは美味しいですね。やばい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 、終わる。今日まだ行ってる、ジャンディーもう一回ディスタリス投げ札、こうしてワードをしっかり打ってね、サッカーだー。相手はバストライン、こかせば終わる。しかし手数が多いので必ずバスト溜まってしまうでしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、もう噛んでるとか重ねてる場合じゃねえと。ちょっと行きます、アイアンセーバー最強キャラに見えてきた。1、2、3、はい、できる？ダウン取ってる、素晴らしい。前行け、このウィンガー切れての操作取ってない。体重当たる、これ体重当たる、当たっているか。バーストガード、素晴らしい。あ、なんかコマンド版となんかその連打版で硬直違うんでしたっけ、なんかよく分かんないけど。あ、よく知らない。あ、そんなバカな、すげえな、ヘキリさんと思って言おうとしたんですけど、知らないということで。俺、間違えた、俺らを消しちゃった。さあ、切れ端さんのベノムが出てきます。この間の大会はね、めちゃめちゃね大活躍していたので、この勢いをそのままに、こちらのウェインさんの止めたいが終わった。早い、そうですね、特に崩してもないんですが当たってしまっています。さあ、はい、から出た、投げ、レンダーを抜けていったが、いや、これはうまい、しっかり後ろジャンプ、画面端押し込んで、相手のセーブから押し攻め、中段2杯3杯チャンディー、やってしまった。おお、マジか、やる、あー、2段目当たらない、ストラゲル投げて効果で引っ張りましたね。あー、ドロマンキャンセル出なかった。1、2の3体メロンライン、偶然。あー、マイケル、アイアンセーバー、さあ、失望しております。ギリミリア止まりません。マイケル、マイケル、苦しいぞ、目の目耐えているか、よかった、ストラグル、うまい、サマッチ1ファイブ、逃げて、チャンス乗せた、うおー、チャンハイが刺さる、ラストアタック、元カード拾わせたくないですからね。さあ、しかし拾っています。サーカス、チャンハイ、距離を取って空投げに行きました。チャンハイに阻まれてしまう、バットムーンからめぐり、これは見えない、あー、少し難しい、当てていく、再びハリー、
とはこれは投げでしょう。走ってラウンド1先方3投で達成となりました。ヘギーミアが勝利です。万葉ボクレス委員会2回戦進出。月甲子園からプロレスになってるんですよ。大丈夫ですか。自らの緊張をね、ここまでほぐすというね、声出しは大事です。スコア保管、はい、ちょっとお待ちくださいね。全員それ使いまし、甲子園なのに、はい、タバコタバコっつってなんか解散するの面白そうでやめてほしいです。はい、それでは、ゼロ回戦組の試合の方入っていきたいと思います。チーム煮卵対見えない立てないキャラ可愛いチームが試合となります。あ、嘘、ごめん、嘘、私立明月高校とゲーミングお嬢様軍団です。ん、あ、ちげえ、ごめん、支払いはマンペイだ、ごめんなさい、大変失礼いたしました。ゼロ回戦で支払いはマンペイチームと生きてて偉いチームが試合です。大変失礼いたしました。はい、じゃあじゃんけんの方お願いいたします。じゃかじゃかじゃんや、じゃかじゃかやん、お、これ俺や、勝ったのは、はーい、支払いはマンペイチーム、万葉 P ディズニーホープソル平岡会チーム対生きてて偉いチームメイマスレイヴン亀子ベノム斎藤会チームです。はい、では、ワンピーが近いんで代表者適当に、いや万葉だろここは、早く話せよ、何逃げてんだよおめえ、お前こっちで、あ、そっちでいい、そっちで喋る。はい、どうも万葉です。なんかヘギーさんがいろいろ言ってたんですけど、結果的に3立てしてるんですよね。まあこんなんされたらちょっと自分も負けらんないなってなんで、とりあえずヘギーさん倒すまでは勝ち上がっていくつもりなんで、応援、ね、よろしくお願いします。頑張ります。なんだよお前、世界の車窓からかよお前。テレテテテテレレテレ、今日は高田の馬場帝からっつってね、世界の万葉ウェイでした。はい、というわけで運営チームの資格となります、よろしくお願いいたします。さあ、はい、生きてて偉いチーム、はい、おいでおいで、はい、よちよちよち、はい、歩いてて偉いでちゅね、はいはい、コメントできますか、大丈夫ですか。野球の時間だ。はい、今日、ね、楽しみにしてきました。なんか相手に万葉さんがいるんで、なんか撲滅委員会の手にかかる前に土を持って帰られたいと思います。頑張ります。いや、最初滑った時どうかなと思いましたけど、うまくまとめました。いや、野球の時間タイムが結構かすれてるからね、野球の時間タイムだね。いや、ちなみに今年私はですね、村上山田の個人成績以外は振らないでいただければと思います、よろしくお願いいたします。はいはい、というわけで、運営チームの資格となります、シャーライアマンペイマイオピーディゼホークソル平岡会チーム対生きてて偉いチームメイマスレイブン亀子部屋の斉藤会チームです。あ、ちなみにこの支払いはマンペイということですので、マイオチーム負けた瞬間に、打ち上げの、ね、お金は全部マイオが持ってくれるということで、ぜひぜひマイオの福を願ってください。さあ、楽しくいきましょう、楽しく、それでいて真面目に頑張っていきましょう。
スビーともに先方決まったら教えてください。結構悩んでますね。今時間はゆっくり、あのプレーありますね、ゆっくり。この後0回戦組になるんで、多分見えない立てないキャラ可愛いチームと歌孫チームってなるかな。その後芸人五条様チームと私立明月高校って感じになります。あ、緊張してきたね。オッケー。じゃあ一斉のせでスタートボタンを押して先方始めてください。それでは、1回戦第3試合かな、第2試合でした。始めてください。 OK、 じゃあスタートボタンを押して始めてください。チーム支払いは万平、万葉ピーディズイ、ホークソル、平岡会チーム、先方万葉ピーディズイ、生きてて偉いチーム、メイムスレーブ、神の上の斎藤会チームです。さあ神子さんです。神子さん、ベノムと出会って16年、もう16年、長えよな、ギリティ、どんだけやってんだって話ですけど。さあ見ていきましょう、先方戦。これ亀子さん頑張ってほしいですね。これは身内だから敵意気はしないんだ。私も理解しない。すごいよな、このカラーのシャツどうなってんだって。久しぶりさんから亀山さんとありますが、なんとか止めていきたい。うわー、上海カウンター、人ジャンプリーまで、ジャンプリーをね、業界から追いますね。うまい、これはね、ギリギリ間に合わなかった。うまい、そしたら繋げて大ダメージ、しかしここはジャンプです。おおおっと、緊張するか、空中ロッシュ触ってヘッドパスワン、エンゲス、魚、神子さん苦しい。ラストもね、なかなかこのまま倒れてしまうと蹴った状態でのラインガードになってしまう。時間を稼ぎたい。これはどうだ、ガードは間に合っているか。いや、そもそも何も出てない。マイハイ、巻き込まれた後、スピンアイム、レーザーガード、チャンハイアドル、キューファイム、2点差で表裏作、表です。これは見えません。もう乗ってくる。ジメさんからビット、俺が早いんですけど、しかして。おお、4の射撃です。まあ、しばらくから、焼きグリーン。これ、ランスで下を潜ってみました。ガード方向逆になってましたね。作ってエンケルスに持ち込みたいが、レーザーではなくて当てに初めて瞬間移動で逃げたいが、ちょっと待ちますね。あーっと再びセーブか、さかなクンのワンキャンセルから一気に行きました。万葉リズムが一本となります。先方戦勝利 1-0。 怖いね、これはワンピーは難しいな。レイブンとハイなんですかね。レイブンだよね。ただやっぱハイは、ハイ残しときたい感じはありますよね、メンツ的に。やはりここはメイマスさんが出てきますかね。まあ多分そうだよね、ディズニーめんどくさいだろうから、すごく大事な中堅先鋒戦となります。メイマスさんがここで勝てると本当に大きい。さあメイマスレイロンという前のディズニー見ていきましょう。とりあえずね、前を倒せば第一の目標は達成となる。
探しまして必死でいきます。動きを探して助けファースト4攻め切り52敗すら美味しいダメージにすぐまで見るジャンケーさあ投げていく画面端前背落として木の実どこかで抜けたいチャンスジャンピーここ離したいと壊してさらにその後のガトリングで相手の攻撃ですね。ゲーダー美味しいジャンピーまでいければ飛んでいくネットアングルで囲っておー、メガさんちょっとうまそうな雰囲気が出てきたぞ。ジャンケー投げていく足はまずいな、しかしバースは1回ある足払い脱出ができない、つながっているがこれで自由になる別に起こらない針がね、おっとここで魚使ってるけど回して OK ゲージじゃないぞ、なんていうことでしょう。ここはプリッツ相手の滑空を待っていたが、ここは冷静に遠距離で対処していきました。名誉生命1本あるとこでグラファインクです。最近本当に頑張ってね、トヨタに登り詰めましたが走る走る走る触ってけないノマンワッケンあるかちょっとタイミングずらすダッシュ相手の行動を見て止める、しっかりジャンプに動かして遠距離戦走って空中戦制していったのは今セーブグラウザのインプラスもう一回サリー取った最後はパーフェクトベイマスエイブンが出だしています。これはまあ 2P 側ね回じゃねえのかなと思うんですが出るのはどっちかな。出てくるのはホークさんですね。ソルで出ていきますかね。ソルかどうでしょうか。これさて見てみましょう。メイマズレイブン対ホークソル。ゲーム戦やってるのかどうかというところですが、本土は詰めてはいると思いますが、知らなければかなり苦しい戦いになると思われます。次はバッケン、これは美味しい受け身狩り、これは強いですよね。あんまり100分いないですけどね。クラファインですがオマンキャンセル、バック触って走りたいが空中戦ジャンピーの後から下がっています。リスクエッジ溜まってるんで結構いいヘリミンヤス、さらにハリー上から刺さって1本セットウェイドスリーム手応え第2ハンドどうなるか。さあカクッとしたバースト、やっちゃいけない。これはレーブン戦全然分かってません。やばいです。ブラウザーのインプレス、そしてキムス、まあ、分かってでもやっちゃうのもあるんですけどね。もちろん画面端ガシゲダン奥攻め滑空通ってここで完封していきましょう。メイマスレイブン2連勝、大将平岡海運営チーム、ここで敗れてしまうのかありそうな雰囲気が出てきました。いけるか3パフェあるかもしれない。メイマスレイブン大将平岡海、おぉシャンプーすごいね。おぉファースト当たってシャンディ置いて面白そうですね。さあしかし雑誌から牽制制していくのはメインのスレイブン冷静チャンスチャンハイ乗せた雑誌から確認シャンディ落としてフェアスライフェルト興奮度を食べていく足払いに刺さりましたね。引き継ぎ下ろしたがここは着地投げグラザーマインクルス、さらに点を取らないところ捉えてゲルトライヤー、これは残らないでしょう。コスめちゃくちゃ多いです。相手要素もな
入ります。よいしょ、53ヒット。ダンタテあと1ラウンドとなります。ネイマスレーブン力強い。さあ、勝ち落としたファーストクラウドウィングル最低限はしっかりと決めていきます。上、これはノリノリだ。画面端足のラインとグラウザーウィンクルスまでもう一回ワッケンいけそうだ。ジャンビー、これは完成乗らず空中投げパーフェクトを見えます。 M3 とで素晴らしいですね。ようやりました。勝ったのはワンヨー撲滅委員会。手を下さずともワンヨーが行ってしまいました。さくらんもできん選手に用だ。さあ、というわけで支払いは万平チーム対生きてて偉いチーム3対1で、生きてて偉いチームが勝利となります。はい、そして大変長らくお待たせいたしました。ゼロ回戦組をやっていきましょう。煮卵チーム対見えない立てないキャラかわいいチーム、よろしくお願いいたします。 A 番台で試合です。そして煮卵チームは代表者にコメントを一言いただこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ煮卵チーム代表者お願いいたします。今回チーム組むにあたってどうや誰組もうかなって思ってたんですけど、とある尊敬するプレイヤーの方がいて、その人がこのチームを見たいっていうのが言ってくれまして、そのおかげでこうチームを結成することができましたので、この人のためにも頑張りたいと思います。ちなみに今煮卵さんから頑張れってコメントきました。煮卵さん安全なところから今応援してるそうです。はい、ではですね、試合の方、じゃんけんの方していただいて始めていただければと思います。まあ、運営チームはね、次の予選でも同日予選でね、まあ、資格として送り込む予定なんで、けどやっぱ楽しいね、固定スリーゲームはね、喜びを分かち合い、悲しみも分かち合い、第2回はパワーアップして帰ってくるぞって、まるでスーパーサイヤ人のようだぜということね。はい、それでは先方決まりましたらスタートボタンを押して始めてください。1回戦第4試合か、ゼロ回戦だったからね、分からないし。アンピー側が煮卵、シャコヒラ、ジョニー、デギスケ、リズリー、タロー、クムヘヒョンチーム、先行、シャコヒラ、ジョニー、順連招集、ツビ側、見えない、立てない、キャラ、かわいい、早本レオ、ヤドカリ、メイ、キャラのデザイン。俺キャロンが3個目られたら美味しいな。ジョニーがね、メイとね、レオ美味しい。ジョニーいけないキャラいいのって言われたら、結構言いづらいんだ、まあ、ちょっと言わないですけど。ディズニーさんはね、かなり面白い組み合わせなんですよね。さあ、こうなるとディズニーが気持ちよくなります。スパイに当たってるわけがすごい大きいですよね。なんか、
もしくは相手のダメージ、相打ち状況でコイン振っていきたいんですけども、それに対して対策できるか、やっぱり一発もらってもどうでもない。軽量級は超結構難しいですからね。あ、チャンス、あ、泡を使って少し緊張が見える。こういう大会ならではのこのあれ、普段しないようなミスが見えるので、ちょっと緊張してる感じが良かったと思っております。うまいハンター、レベル3、残りの枚数が少ない、中段をあれで食らいたくない。中段を先食らっちゃっても相手のコインを吐いてくれるんで、トリハンボの回収ができないといったところで、トリハンボン、ただその後ついて難しいので安定を取って、皆さんコイン回収してレベル3できない。はい、これ怖い、さあ、はい、相打ち上から打ち首、すー怖い、危ねー、届かない、ゾワイナーチャンスがいろんなところに、あーファーストはいけません、やってしまった。雰囲気に飲まれたか、一本選手ギャラオディズイ、ミストファイナー確定ポイントっていうのはゲームの画面上に表示できるんであれば常に点灯しているような状況でしたが、ここは打てませんでした。残ってくれ、ガンティーからダメージ、この距離魚もあります。前毛で、ね、気をつけなきゃいけないなっていうところで前毛が下がってきましたから、前毛は結構振り抜くんで、このポイントに気をつけてですね、そのままに左足の前毛、バックセットの前毛以降、そして上入れっぱと、この辺を使い分けて、下段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 、はい、当たってしまった、さあ前毛投げ、クランプ、おーおーおお、ちょっとね、筋肉難しい、これがミスト、シェダウン届かない、ガーナーのーすいませんでした、全然余裕で届きました、ジョニー最強ありがとうございます。足前からファースト、エンゲスミストファイナーからミストファイナー、ミス1-1です。開幕でリターン取りに行くことですよね。いやー、マイビー、やー、トーレスが出なかった、ガーの方向に入力してしまった感じでしたね。一気にダウンから立ち回ることができますが、この血を吸ってマイピー、これに対してジョニーがちょっと待って行動じゃないですけど、ゲージが溜まってくるとこのように魚があるということで技が振りづらくなるので、相手の停止条件を見ながらの選択肢になってくると思うんですが、さあビンズに気持ちがあります。ラストあと2回の溜まるかなっていう展開ですね。1回溜まりそうか、やっぱ次ですね、前投げしました、ジャンプが通ったレベル3、あぶね、マイケありそう、ここかな、マイケ、やはり難しい、魚チャンスですよね、ミス、スワイハンダーをもちろん待ちつつ技を振りつつ、空中投げろ、ダウンしたちょっと怪しいですね、距離、ミス、最後は伸びた、S 話し相手、誘っています。S 版の話し相手、アップデートで相当あれですよ、20フレームぐらい速くなったから、どんだけ今まで遅かったんだみたいな。うん、頑張ったよ。いやー、ジョニーを落とせたのはすごく大きいですね。ちゃんとお野菜食べてますか？ディズニー、クムですかね。クムーは大宣言体験で出てる人はあんまやってる人少ないと思うんですけども。ヤドカリさんがなんとかしてくれるって感じですよね。ただねレオはね、クムはやりたくないよね。ヘデデンス出ました、タロウクムヘヨン、もうタロウさんがポチョモキン2がいだったことを覚えてる人はどれだけいるんでしょうかって言ってもう完全にクム使いです。前に行きましょう、回復はやぶさ、チャンビに前へ行け、足前置いて空射手、力強いです、ゲームがうまい動きをしてきます、タロウクムヘヨン、スパイキー対策で少し深めに重ねていただきましょうね、前から足払い、はい、やぶさ、ここでアザー、発生セットを移動手段を進化していきます、おお、怖え、はい、やぶさ、ダメや、新剣の移動が残って、恐ろしい。やるさ、おお、乗った。空中戦、あんまり引っ張らない。これ、完全に引っ張らないんですよ。じゃない、落として。マイティーは、立ち配巻き込みます。ナイス、はい、やるさ。マイティーに返した、ダウンが取れます。話し合いで、足払い、明かり、エンデス足払い、距離を取ったら、ここで超電眼飛んできます。ごめんなさい。ということで遠くなりますけども、少し近いかもしれないですね。おいしい、持った。
空中ダッシュ、アルハン怖い、立ち切りた、さあゴリアちゃんにより巻き込む、はい、サッカーからバスケも転がせます、スーパープレイヤーキムヘヒョン、やばいやばいやばい、モエモンのホラガイみたいに悲鳴が聞こえてきました、ね、面白いから続いていいです、1年間って何て言ってんだろう、よき、おいしい、立ち切り、足払い、はいはい、これダウンさえね取りたいですね、いいでしたかな、ダメージ取った、明かり、いろいろあるが、焼き魚、あー、こっから逆転やるぞ、マイビー、ここは打ってきました、で状況よくしたいんで、基本的にやっぱ2発残して、トンポンって感じでやりたいんですけども、相手、上半身だけ抜けれるくらいだったので、基本的には球をそのキャラクターの上に切っているようにしてるんですよ、基本的には少なくなるよねっていうので、こちらに行ったら、雨だったっぽいです、ハブ。このレール落としたらマジででかいぞ、投げていく、ダウンを取って空中出しの下が繋がらない、インバースト、あーまずい、これはまずい、あー危ねえ、吹っ飛ぶか、間に合った、焼き魚、足払い、急に速くなる、あーカウント、を壊しに行く、走れない、ヘッドアングル、ゲージを残して木の実、走る前ピーギー、クダンザーイの判定でよけに行く、止まるかな、ゲージが止まって、おー、見寄っている、間に合わない、やったのはクンヘヨン、いやー素晴らしい、少ないチャンスを見事ものにしました、勝負強い、おー、勝ちました。さあ、出てくるのはヤドカリさんのメイ。チャンス、シャンハイ、シーケンダブル、スーパーディーハローツーメスタート、メイもね、マイピーで避けたキャラクターなんですが、今みんなちょっと引っ掛けたくなりました、あーとは、わーっと、ツーメスタート、これ見えなかったな、でかいからなんか寝るっていった、チャンス、キューチラッシュ、ここがどう、ここまた後ろからチャンス、ここからがイルカがいい仕事してる、2対3から足まで追いつきます、おーどうだ、ヨルさんチャンス、これよいチャンスでかーい、バースト、1,2,3,はい、炎天が画面端を刻めます、耐えます、で、おー裏にいるのか、あまりも速すぎ、反省、ジャンプエース、よくあそこの上げ選択しましたね、素晴らしい、ちょっと引き寄せられました、チャンス、足払いから中段崩して届かない、さあここ広重さんも応援します、山本さん楽しみ、お決め目が全く分からん、次の下中段ジャンカイ、あっとあるぞ、本当にある、少年が走って一気に押し返す、構えるか、はやぶさ、超電眼出してボールを消したい、しかしショットのような位置でのガードになりました、前に出れない、ボールが来る、来た前、イルカが怖い、イルカが怖い、まだ体力ドット1、前危ない、遠距離エース、勝ったのはヤドカリメイ、危なげなくいきましたね、いやこれは早本さんにっこりでしょう
俺が出たら速攻で終わってたと。さあ、ディースケさん無名最強とコメントにありますが、もうね、最近若手いじめがね発生してるということで、ネギスケデザイン、矢野くにめ、出てきましょう。お互いにはね、お手に行くから相手がもうこのまま起き上がれずに死んでしまうようなキャラクターです。でも今までこんなキャラクターなかったんですよね。今回すごい面白いキャラクターになってます。1回戦解散試合ですね。次の次ですね。チャンディの交代形でいきますね。ジャンプ率判定がかなり強くて、この辺を置いていく形になるんですけども、この辺に対して下から突き上げる形でジャンプ率こちらの判定の際、ジャンプ率を置いてるって感じなんでしょうか。はい、ゲームが CMIP、バックセット、引っ掛けていく、ジャンプ、これはね、逃げ捨て落とせませんね。さあ、しかし、上海させて足割まで、バックセット、つけません。こっちは、この次のものを、すぐに捨てません。はい、いい、ボール、バウンド、はい、ここで来た、カウンターヒット、無理をかけてる。いやー、ここね、ジョニーのミストファイナーだったら、追撃いけたんですけどね、ジョニーじゃなかった、残念。ダイナウンド遠征型ビジネスミストファイナーもねメインが試食するべきでした。おっとこれ足回りだったね。遠征型ダメージ欲しい。どうする、ちょっとこの位置だと怖いんですが、空中の対象ミストファイナー最後大多数します。おっとこれは黄色キャンセル発生で遅くなったのでジャイス刺さってダメ足。いいか、いるか、連続ヒット気持ちよく座って歩いて投げます。ボール当たったか、体力ドットファーストが溜まりましたが、ヤドカさんとしてはね、時間いっぱい戦うことによってこのラウンド取った時にバーストで回復するのが大きいんで、ただまあ逆転されてしまったら終わりですからね。ワッピーおーっと、ジャンプビリ上からいただきます。地味に無駄技ってね。さあこれは開幕から捕まえることに成功、おいしい。はいはい、ちょっとまあジャンプさせておいて、これは安定かなってところに取れるよね。空中投げ逃がさない。いや、ちょっと待っての魚ちょっと距離を離してるんで迷い選択肢が入ってくるんですけど、先に乗ったか、ボールは出ているが、チャンス IC 溜めて、離して、ここは離し合って終わって交渉に結果のシナリオ。さあ、さあから空打をこらえた、次のチャンプリーが置いてあります。透明対策空対空のチャンプリーね、良かったですね。さあ大将、腕を組んで見てるだけのはずが、ここで引きずり出されてしまいました。早のトレオね、元気が出るレオスカイというので、ね、早本さんのレオの試合を見てるとなんか幸せな気持ちになったのかな。特におすすめカードはアッシャーナベットマッタイ早本です。さあ見ていきましょう。対照戦、おお、よく確認した。で、会話がちょっと、おお、そしてやっと1、2の3番ゲージも溜まって中断で崩した。あれ、いや、ここまでに、あーっと待って、危ない、構える、危ない、上に入ったら2点いく、ちょっとからお風呂のスタートとなります。まだが怖いぞ、スパイトで受けるエースとしたい。おっと3段でいく、次大きい投げか、しかしここはね重ならないよう確認して空中投げ対象、ダウンが取れないぞこれ、持った力強い早和トレオ対象、まず1本早和トレオ2メートルで強いんです。バックハブ空中ダッシュバースト、これやってしまった。かなり慎重に行きますが、その突きをついて前へ、クーダー勝ち切りエース、スワイト同点、ファースト使わせたのは大きい。あっ、危ねえ、乗るところだった、まだ前、はい、相打ち、走れ走れ、
立ち合い構えてカウンターヒット立ち合い、ここは直面ガードが投げてきますね。いけ、さらに前へ、あはいいぜ、すごいセンスが違うな、やっぱな、本物です。さあもう一回めくっちゃうか、表でいく、いつ終わるんだこの攻めは。返して空中戦、危ない魚クラゲ捕らえた、バーだ前、はい勝ったのは早元レオ、かっこいいチームの危機を救いました、早元レオ大将、腕を組んでるだけじゃなかった。この一切を受け入れて1回戦第3試合勝利しましたな、見えない立てないキャラ可愛いチームとなりました、おめでとうございます。スバイトが当てかんよ、素晴らしい。さあというわけでですね、1回戦ラストとなります。お待たせいたしました、清水明月高校対ゲーミングお嬢様軍団です。参加チーム見て、だいたいこんな感じの流れになるんじゃないかなって頭の中で想像するんですけど、波乱がねだいぶ起きておりますよ。これはもうこれは面白いなと。この辞書に敗北の文字は普段の大会と違い、一発勝負固定スリーオンスリーっていうことで、やっぱそれぞれみんなこの期間、まあ、今回は少なかったんですけど、この大会に向けて対策を共有してくると思うんですけど、やっぱ、ね、それでもやっぱ緊張して思うように動けないとか、本当に大会のメンタルが強い人がやっぱ大活躍してますね。早本さんのいつもと変わらぬ動きっていうのが本当にいかに大事なことかって。はい、ではですね、ごめんなさい、私立明月高校の皆さんはですね、初戦となりますのでコメントいただきたいんですけど、おっと気が早い、いや大丈夫です、今ここでコメントいただきます。みんな高校生ということなんで、ちょっとリスクを考えない行動で頑張っていきたいと思います。いや甲子園だって高校生じゃないですからね。ちなみにこちらもその設定がありますから、なりきり的な感じで考えていただく、私立明月高校就活医の巡る会アロディゼイね、スライディングしてみましょう。はい、じゃあお願いします。ランピー側ゲーミングお嬢様軍団ラクリスアクセルアイネディズ、白アンサーチームはセンコアイネディズ、富士がめぐる回負けずきチームということで、高校生ながら富士通君は結婚していなくなっちゃったんで、高校生で結婚って大変ですねーなんてね。もう若さ溢れますね、ノーゲージでスタンディッパーが打てそう。アイスラスさんにエース、スタンディッパー若さ溢れる立ち身、2杯当たらず、結構難しい組み合わせなんですけどね、若さで何とかして、おっと来た若さスライディング、しかしここはアウトです。めくり投げていく、アンハイ、ベイパー、キンハイ、ベイパー、キンエス、さあ、ライン先輩のスリットシェール、ダンシャハイ、ファイビー、前ハイ、走って投げる、若いって言いただけ、キンハイ、あー、ここはちょっとどうだ、ガードして、アンビッパーも打ってきたです、おー、いけるか、おー、これは、汚い大人になってしまった。システムを使っていきますが、イエス、魚、すぐやり方した、動かない、イエス、マイエさんはこう動くよね、若さに向けて頑張ってが、いっぱい出てて、メギルさん、動きいいですね、普段と変わらないって、先ほど言ったように、おーっと、あるあるある、あー、ちょっと動かない、マイエさんがどうだ、ちょっと落ち着かせたいぞ。
ダウン取りたいですよね、まずね。おいしい。あー、これはいけません。カウンターヒット、それジャンディ。あー、出たー。スタンディパン止めていく。投げ逃がさない。画面に欲しい。もう一回いけるか。いやー、しかしまさかな。エンスエンス1-1です。いいですね。おお、みんな高校生。スワイチ相手ちょっと難しいかな。泡がありました。しばやんでしまったといった感じ。急なぎに行ってますね。ナイス。もういいとこで当たったな。スワイチ上海しかし高校生にしてもすでに強いですね。スワイチ姿を感動します。うまい。テイタースラストこれ決まったかな。いや、まだ当たらない。避けた。どうだろうな、これ。バンパーをやはり警戒します。投げて電子マックスならね、ガイド避けちゃいます。しかし、コンマ通ってきたー。ドワン2球止められてしまった。さあ、すべて失った。おー、クラゲ。これは相打ちになるか。ならない。ファースト覚醒。もう端から端までフルヒットとなってしまって、もうこれは残りませんでしたね。ここ同キャラ戦でいくかな。同キャラですね。まあ、アロさんの DJ とアイネさんの DJ です。ちなみに次回第2回の、ね、予選はバタピーさんとかも帰ってくると思うんですよ。これチーム内でこうどう組んでいくかですね。早く直してくれ。さあ、アロさん実はムキムキという情報を手に入って入れております。ごめんなさい。あ、橋なんかランプコスいっちゃいます。リズイがダメージ走る。やっぱ下によって全然起きてしまいますからね。どうだ、ダメージさらって足払い。今からヒット。なら、これもそう。オッケー、上海ヒットしないようにしましたが抑え込まれましたね。で、ゼロオフを離していて犠牲になってくれる。ダメージ。あと投げは前ハイすら無理詰めないか。アローさんが一本選手です。一人でスナッグ前ハイでそのままちょっと投げに行く。やっぱ上をこうやってカバーしたいときは前ハイ。おお、助けに間に合った。このアロ、しかし離したいダンス投げ。発球はめれば俺も勝てるぞというところでしょうか。おお、上海が刺さります。ヤクルト乗せてバックタップ。ヤクルトが当たらない魚ですよね。あー、シンプルに力強く隙間が空いたら黄色、魚黄色ですね。やめてよ。ごめんなさい。ごめんなさい。やめてよ。どうだ、追いかける。ごめんなさい。あらら、もうすでにどっちが話したのか分からない。そうだぜ。もう諦めず、ダストじゃない。おいしいか。前に来る。さすがに見触って着地で難気づいて、さらに空中ダッシュ。魚からあー、これは届かない。当たってる。魚へインバースへ突っ込んでいってしまった。明かりが来て画面端にダッシュに右から潰していきました。 2-0。 アイネディティが勝利。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? The battle.
長谷川曲げなので見ていきましょう。アクセルが残ってんだよな。そしてアンサーも楽しみに木の面倒くさいと思うんですよ。この時計さあリスクよりリターンを取りに行きましょうね。マグナム、マグナム若い若いっていい。しかし上海刺さる。いいですね。言葉通り力強いプレーを見せていく。はい、焼きさかな。ファーストにファースト急投げ何でもいい。イエス蹴りから急に冷静になっていく立ち回りいいですね。こんだけ上から行ったんだけど、ここはちょっと相手のあまり誘ったろみたいな。いいイエスでした。ダイランドアンホバー使って打ち出して、さらに着地、ちょっと足前動かない。戻る、急投げ刺さりましたね。ジャンケン素晴らしい。ジャンケン、ジャンケン中断。もう一回悪いことして縦からのケミカル。もうこれだけでいいんじゃないかな状態に入ってるが大丈夫か。チームメイト2人の視線が怖いぞ。中央ケミカル、ここでじゃない、やらせない。しかし誘った方はいいぞ。つながってない。さあ就活医の言葉通り力強い動きをつけていきました。大将粘ります。ただやっぱりここは苦しいですよね。アンサーアクセル。ただ全く相手の情報がないってわけじゃない。普段ね声を配信してる、プレイヤーでもありますので、どうなってくるかね。就活の対象アンサー。いいですね。いいよ、そういうの好きだよ俺。あかん、画面端やばいぞ。マスト、まずは一回回避。ヘッドスライディングね。なかなか本日はアウトになりません。ごめんなさい、スクリーンになりません。さあ落とせないが、何でいく、待て、危ない危ない危ない当たってない、ラッキー。ガードから巻いて打ち上げたが難しいですね。ガードの少しは悪い。本当にね、ベッドアングル、縦から横下が張り付いて再び、まさにここは2点が、1点ぐらい刺さりましたね。おお、ある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 のかな、そういうこと。続いて、ゲーダン、まさか、いけるのか、ゲーダンで逆転。いやもうこうしてくるんじゃないかな、補正切りくるんじゃないかなってね、プレッシャーがね、ボタンを押させませんでした。下段から下段、さてカッコブかマグナムでしょ。ダーマグナムカムのケミカル、もう俺が飛び道具だとやんばかりの突進ですが捕まえるか。シャーバックに声を届かない。バーソ使わせた。まあ、うまいこと地上でねガードして、こんな変なことにならないようにという感じですけど、最低限2敗すらこれ9から4なんでしょうね。痛い。そうね、やっはっ、つえーっと落ちた。裏ジャンケー動かしてオープン開けるが、上から上海乗せてジャンビーに落として、さあどっち横でマックス冷静。ちょっと来た。あここは届かない。派遣車輪がぐしゃっとね。はいはい、長谷川さんがここ当たらず、ここは出しないところだったね。空中直線ガード、しかしムササビからのカンタンパンタにバックセット捉えてファーストマッツが打たない。さあこちらもやり返すが届かない。さあ剣くる右下段はバックステップ、ジャンプ系これ分かんなかったですね。さあ5000を切ってこっちの方がリターンが高いと。
こっち表はいはい苦しい。はいはい、長谷川さんありがとうからの中央上から来る。ケミックは何かね、距離を置いてましたがしっかりガード。どっちだ。マイケルから割りに体を送れない。ゲージがない。ゲージが欲しい。オンプ取っていく。よく反応した。ドワーと死んだ。ササミが勝っていた。最後は勝ち合いでしょう。勝ったのは白アンサー3対1で2回戦進出となります。おめでとうございます。余計な手間をかけさせてくれ。熱い試合でしたね。苦しい。どうもお手間をおかけし、立ち回りなんとかしようということでね、最後の最後まで突っ込んでいったんですよね。なかなか難しい。さあというわけで、これでベスト4となりました。我々は文化的ブランド力を重視しておりまして、いたずらに近代化や他国の様式を吸収してはもう。さて、ベスト4、見えない勝てないキャラ可愛いチーム対万葉撲滅委員会の試合となりますので、ワンピースピーじゃんけんで決めてください。まったくよっ、はい、我々のようなハッオーバGuilty Gear Exar Rev 2。はい、では皆様、ベスト4の方入っていこうと思いますので、ですね、見えない立てないキャラ可愛いチーム対万葉撲滅委員会、その後ゲーミング上昇の軍団に来てて偉いチームと、続けていきます。はい、じゃあ準備できたそうですので、A 番台 B、ごめんなさい、A 番台 1B、2B 側、先行スタートボタンを押して始めてください。さあ、ベスト4、第1試合となります。1B 側、見えない、立てない、キャラ可愛い、早元レオ、キャラの犠牲、ヤドカリメインチーム対、2B 側、万葉撲滅委員会、タクレイブン、ヘギメディア、マルハンソルチーム。最初からメイクさん話聞いてないと。さあ、レイブンメイはどうでしょうね。結構上から来るのめんどくさそうなんですけど、ダッシュの無敵がね、ハリも強いし、まあリターンはやっぱ空中戦取りに行けるのはレイブン側じゃなくてメイ側ですので、さあ見ていきましょう。おっ、というのかな。あ、いいっすよ。はい、どうも。あー、これ使います。 iPhone じゃない、 iPhone じゃないやつもあった気がするんだけど、この辺貸してた気がする。あー、危ない。なんだろ、探しやってくれ。はーい、これで殴らないでください。さらに画面端端子があれば適当に。はい、中盤1、2、3、はい、前線が続いて中盤チャンハイ、殺しきれそうですね。ヘッダー、この程度。 Do or die, all or nothing。
さあ、これは数直シャクト投げてブラウザーメンクラス申し訳ない。さあ、ラッシャーカンパニー、おー、ラッシャー間に合って、さあ、シーネ、うえー、捕らえた勝負感、素晴らしい、捉えています。落として、あー、全然進まない、ウカさんが進まない。今は空中投げ、サルフ空中戦制していきます。ジャンプ B 下からレベルが高いバクレイム最終ラウンド、おお、足から降り立った、前へ、はい、これ繋がるのいいですよね。いやー、のしゃい。いやー、しかしクイズイットなんでね、先ほどのラウンドありません。あー、無敵ダッシュは無敵、合わせていく、これを止めたい。時速も長いぞ、振ってるんですよ、時速が長いってことは、50も長い。1、2、3、さあ、ダメだし、これね、落ち攻め、ね、クイックラちゃんと死ぬんで、その前にバーストです。おーっと、ここが強気、相手のリバーサルをね、潰す目的でもあります。さあ、上、捉えて、シャルル、チャンピオンスター、さあ、タッチをそれぞれで、クロトミックス、走ってくる、チャンスで止めて、ジャンピー、空中ラッシュ、どうし、あるんじゃないの、これ、どっち、鉄板グル、使ってしまった、押したが、当たらない、届かない、さあ、どうなる、立ち合い、助けて、裏、よくガードしましたね。追いかける、ルビー、少しずつ少しずつ、ダイロ削っていく、落ちた、裏、立っている、空中ダッシュ、どうしていった、本命が、ここで突き刺さります、ヤドカリメイが勝負強い。お箸の使い方間違ってるよ。ヤドカリメイが先鋒戦勝利、出てくるのは、ヘギーミリアです。ノーガード時刻ってやりすぎだろと。いやけど俺たちも AC とか考えるととんでもない試合数やってますからね。はい、とかちゃんやり込んでおります。茨城勢とかね、またね、確かびっくりしてね、素材うまいことをしましたけど、さんたち、おい、あーそうそう、いや、しかし、シューいっちゃいましたね。そっちも3分で重ねて、ラスト、詳細から、エース、えらい。いやー、ちゃんまい、さあ、さあ、で、減った、減った。あ、やばい、これ終わるんじゃないの、いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ生きてるか、かなり苦しい状況に違いがあります。あー、うまい、もう前行け。ジェットアングルなかったっぽいが、あるの投げれる、危ない、なんでーそんな、慎重に慎重にいった結果当たってしまった。いやけどね、この大会であれを待ち構えて投げるっていうのはね、ちょっと怖いんですよね。いや、よく渡しますね。中盤が続く、決勝戦、立ち配タンデム、バックステップ、うまい。これはタイトルらしいですね。ジャンプ空中ラッシュ、あれ、ビックリマークで落ちたことはすごいですね。ゲームが早く引っ張ると2杯、まあ、ハリーを見つかる、いやーよー刺しました。1位からノーマン、おいしい、1、2の3本落としていく、マイケー刺さって、どうだ、確かに、あー、おいしい、もうなんとかなる。さて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 、最終ラウンド、爆戦刺さる、ありそう、ありそう、2杯、ちょっと待って、ラスト、8杯はしょうがないから、3杯が漏れてしまった、潜るか、潜った、前蹴。続いてタンデム、アイアンセーバー勝ち抜く、ワイハイマットムーンから中段、怪しい、どうだ、上待っていたが、首投げできず、あー、リターンがでかいぞ、こっち、よくと、すごい、ガードしてますね。はい、難しい、立ち合い、走って、
低め投げに、いくらジャンプを置いて、先に、最初下には素晴らしい。中段か刺さって、まだ大丈夫。ファーストが構える前に仕留めたい。あー、ブリッツが出てしまった。投げて、受け、タチケニエス、下段で刻みますが、ここは耐久難しい。耐久難しい。走ってオーバーヘッド。これはもう、バーストは、さらに予選が、使えず。ちょっとギリギリまで待ってね、バーストを経験したような形跡がね、見られる。今日はショートで明日はロー。 いい試合でした。 2-0 ここで出てくるのはマルハンソル。ベスト4にもなってくると見てるこっちが緊張しちゃうね。ドキドキしてる。かなりねヤドカリさんもソル戦やってるでしょうから、味方でやってると自然とソル戦は大きくなる、多くなる。なんて書いてるんですか。イグザードエシンボの方。さあヤドカリメイン対イスラマラハンソル。どうしよう、スイッチ書いてあった。ヘッドでゴールがいいから空中足足がないんだし、抜け戻ってきました。有料ライオット、あと上海空中戦ですが、下から突き上げるゴールか、待っていたが、反撃は安く上がっていますが、誰も取っている。おーっと縦横取っちゃないんで画面端、グランドゲージがあるんでロマンゲージできますが、はいはい、バックステップ2、ここバックステポイントですね。ただこれは確定させて乗せたかな、当たらない。おお、なんか出たっぽいが、スタンプが刺さります。強烈、あぶねー。相手ビビってるからとビビってねえぞ。さあもうね、スタンプ余裕はあるでしょう。さあ難しい、上海に相打ち、先に動き出しますね。おお、裏切られる。上海すげえやり方だな。ゴールがラスト、はいはいはい、グリーンが前に支配者を砕けろからのクーラー、いいいい、ガンディ砕けろ、 CS ボルカガンフレイから着地下段逆転。最終ラウンド、おっとこれは間に合わない、砕けろ、内側にいます。まさかのすごいよ、ちょっと頭いなかった、笑ってしまった、あまりの人間何をか、あーしかしもういろいろと先を気づいている。あっちない止まる。全捉えて画面端、置き攻めでバウンド、残りません。勝ったのはヤドカリメンさんとで決勝進出。宇宙ブリッツ、人間もなんか理解できないことが起きると笑ってしまう、すごかったわ。まあ撲滅対象がいないからデバフかかってしまった。それここで万葉撲滅委員会、負けた瞬間に万葉に非難が。さて続いて準決勝第2試合見ていきましょうか。ゲーミングお嬢様軍団対、生きてて偉いチームですかね。
イスゲームだったね。運営席、なんていうんですかね、北さん映ってないです。ここです。ここです。これなんていうか、固定する様子でね、毎週1回、毎月1回こういうのやってれば絶対もっとレベルは上がってくるものだと。やっぱ団員制限で普段水曜と土曜しか参加しない人がもうすげえ今ね検討してるからね、まだ終わっちゃいないけど、これはやって正解だったと思いますよ。はい、というわけでですね、見ていきましょう。ベスト4第2試合です。さて、生きていきましょうか。生きてて、来チーム MSM 画面上の最高階、チーム最高階、対戦でゲーミング工場様順番から上げてくださいのアンサーチーム、アイヌディズニーが出てきます。さあ、ちょっと立ち回りきるのかなーってのが会話だと思うんですけども、自分まで行っちゃえば最後が入りますよ。さあ、クロスパイク空中投げてなりましたが、魚はヒット。しかし、スターランチのね、ガードという形にはもう2発か、3発残ってるやつか、隠したんじゃなかったかね。おいしい、おいしすぎる。ガイドで画面端に持っていく、挟んでおいて、さあ暴れ回ってますが、ちょっとチャンスに当たらず、走って投げてスプリットシェルスタンエッジがこっちに行きます。空中バックラッシュになっちゃったのがね、もうダメでした。逃げ場なしという走った。これで焼き栗の被害はありませんでしたが、フレッチャーでは勝てませんでしたが、スタンエッジ確定してスタンリッパー、苦しい展開、現状ないんで、ちょっと2敗すればバーズいきませんでしたね。スタンバー、リスク、ダメルネ、チャージ、クレス、はい、ちょっと高かった、これはちょっとから何回、割り込み、おー、トークスターが取れない、チャージして指刺さってしまって、魚へ、メインバースト、あと足払いに刺され、あ、メインバー、これ地上か、もう一回。シシバクスに刺さる、スタンは逆手に取っていますが、ぜひ投げて、波に刺さった波なんでしょうかね。さあ、ガロッと、ぜひ、これ投げ、捉えます、確かゲージはない。ここはね、楽しいんでね、当たれば気になるんですよ、っていうところだったかもしれませんが、さあ、ゲージを持った状態で、ここはジャンカイナに来ちゃいました。よくね、マイピー2敗すら、そしてクルーサイク、どう落とすかって、かなり悩むと思うんですが、彼ね。ラストアタック、2敗からの泡、アレス、アクラスからバスト。確かに、2敗、おお、すげえやったかな。でも、そこは、めちゃくちゃいいですね、下手に言うより、言ったよりかは。ここでブリッジ使って投げからの画面端、決められるか、あーっと当たってきた。おー、アポルがどうする。ガンスです。オーマンどうする。空中線に当たりが出ていて、ガードになって削りになって、さあ大変、ちょっと魚が出るともう死んでしまうが、もう攻めるしかない。ラスト失敗、イエス、なんかある気がしてきた。距離を取られたら魚が来る。続いてジャンディ、
3位敗魚待ってました。足払いの取得 2P でタッチとなりました。素晴らしい、いい判断でしたね。3敗っていうのはもうその魚振られる前に内側にグッと入り込むっていうことで、常に相手の反撃を頭に入れたいい攻防だったんですけど、やはり残り体力で戦ってしまった。さあ、カネゴさんのベノムが出てきます。見ていきましょう。カネゴさんのベノムが出てきます。見ていきましょう。カネゴさんのベノムが出てきます。見ていきましょう。いいか、あまりにもその低いルアに見てしまったので、マイクを離してしまったり、ちょっと声が遠かった、申し訳ない。マイハイ、はい、こう打たせた、無理をしないで、上海に。これめっちゃあるなと、これね、さっき聞いていたんですけど、穴にね、ボールがなんかこう、ね、しっかり反対して映ってるんですよ。だからボールなんか2個多いなと思ってるから、ほら、穴にボールちゃんと映ったら細けえな、このゲーム。なんでボールこんな、さっき1個しか映ってないのにと思ったら、穴にちゃんと映ってるんですよ。ねえ、返した、ワースト、ここは削りからワイピー。コクさんのベノーのマイピーのモノマネが普通に面白いんでやめてください。なんかおーっと 2K でちょっとスルッと伸びましたね。これが決勝戦に出ていたか、今回上からガード、ガーガス、さあ止められた、ジャーナイ伸びてきたな、ジャンピーからの2K 足取り、魚、奥詰め、離し合いで、チャンス、空中ラッシュ、よく上がり込んだ、素晴らしい、ドラグルがあります、ハイスラバン、ほら、ボールが多いな、気持ち悪いなって、そうだ、投げて、空バイで、1、2、3、はい、からのボール、ランカス、チャンハイ、チンガで当たったが、出してこう、マイティーがあるんで、ここタイミングずらしたが、よーく待った、投げて、冷静だ、カネゴベノムが画面端、ジャンディ、マイハイ、いっちゃうのか、ドラケンジェル、削って削って、さらに削る、ストラグル、バーストを落とせた、もう一回、運で決めていきました、カネゴベノム勝利、ブリッツもあったりとね、画面端の蹴り釣り、最強でした。最強じゃねえ、冷静でしたね。まあ、最強がね、大好きなワードで言っちゃうんです。アンサー首が固まって、これ固まって言ったんです。いやこれでね、みんなが出たいと思ってくれるような大会になればと思ったんですけど、今のところかなり熱いです。ありがてえ。はい、見ましょう、ダブルヘッドオービット、チャンビー。実はね、あのなかなかいないアンサーなんですよ最近。あの金子さんかなり熱帯対戦の方をやってるみたいで、アンサーネット対戦やると結構いるんですよね、うん。さあ、そのアンサーの投げ、カメラワークがすごく気になる。さあ、しかしガンガン攻めて、おお、マジか、腰をしかしないと投げませんからね。すごく急投げしたくなるような軌道なんですけど、ダメです。ブリッとしたが、今回ちょっとそのまま攻め込まれてしまいました。もっとやってくれ、投げて、張り付いて、表、反対左から
しました。あー、ストラグル、フッティーダンスのムササビコンビグマに判定追いついてたと思います。結構速くてね、なかなか難しい。前入ったら、でしょう、はい、ナイス、バッシャイでしょう、これはそう、ありがとうございました。発展者にが出てきます。ある程度このサージしてくれるようになったんでね、一番力強い、心強いディエスを振ったら多分マイハイ巻き込まれるかなっていうような連携です。なんかギリギリで酔いそうだ、すごく動いている。しかしここで亀梨運が止まる。弾を打ったとしても当て身でね、途中派生できますから、ガードするかどうなって、その受けを置いてしまうと一気に当て身から触られてしまう。さあ走りに来る。さあ体力は非常に強いと削られていきました。ウラにです、スッタチファイ次は鍵が漏れたところが刺さります。ウラにどうだ、ボール3つ弾いて、うわーっと、ここは最後は失脚となりました。下段攻撃勝ったのはシロさんのアンサーです。こう見えて私も、ここで大将見えます。レイブン、いいえ、ちょうど暇を持て余していたところです。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? ルチョの方は200人ぐらい減ってくれるのか、ありがてはいだね、今10分か。スイッチは何だ、スイッチは94、合計300人ぐらいか。さあ、メガスレムズは後ろ、アンサー近くまで来ますので、ご挨拶をと思います。これどうだろうね、すげえよくわかんない。シンプルにお決めされたらアンサーきついから、とてもよく通してそのまま起き上がれないところもありそう。ノーマイクのすごい IH サイクルですね、予選の高い技です。おーと、1点も遅れた、2点以内、これ守るということで、ただ、やっぱ1点通したらもう1点いきますからね。さあ、危険、うわーっと、これは興奮めっちゃしてるんで、ダメージを取ります。ただ、状況はそんなに欲しくない上に、完全にテンションリーグを与えてしまうので、これ、興奮の維持。よく滑って投げて、移動的にこの滑り滑りがマジいやらしいですよね。再びするときに展開さえ、で、基本的にやっぱり指導に行く前に力がどうか出るか。横から、上海で叩いていったが、ここで。さあ、ここでネガティブペナルティが終わってず、さあ、今ニュース待っていました。しゃがみながら対決できるのはいいですね。待たれていた。どうもアンサーです。さあ、しかし間に合わなければこのように画面端ニュース、リスクリターン考えて結構やっぱ打っていかなきゃいけないんですけども、全部落とせるかというかね、なかなか難しいですよね。タイミングずらされたりしたら怖い。そういうことではありません。うまい、ダッシュマイピー、エンレス飛んでいく。これはしっかり落として、ガードした後やばい、ガーッ構わず投げていく。上は来て、はい、渡ります。最終ラウンドへ、最小戦までいけるか。メガセイブン、後ろ、ヤバンクルゼアック、ここは待っていた。とこれはセンガードになってしまって、もちろん止まれる。ムササビリア落とす、バーストを待ってダッシュから通常投げ。
あ、はい、すいません、ごめんなさいね、あいにくの落とし物が届きました。ノーベーとか言ってる間に、さらに心当たりがある方はこちらに、大会が終わった後はカウンターの方にしまっております。ありがとうございます。お願いします。はい、初期がしてないが、うぅ、初期刺さる、ここは怖かったが走って、締める締める、くもう一回投げる、走っていった、キラーゾインベルス当たってしまって、動きがすぐ上半が残る、勝ったのは白アンサーとなります。決勝進出を決めましたのはゲーミングお嬢様軍団となります。おめでとうございます。どうもお手間をおかけし申し訳ございません。はい、それではですね、決勝戦の方をご覧いたいと思いますので、まず今日ちょっと見てきてあげてください。はい、皆さん悔しいだろう、第2回頑張ろうな、そういう気持ちになってほしくてこの大会を開いたんだよ。余計な手間をかけさせてくれ。悔しいだろう、ざまあ見ろよ。あ、ごめん、建前と本音だやけど、この悔しい気持ちを大事にしてくれよ。みんな闘撃と違って1年に1回じゃなくて1ヶ月に1回新作出るまでやるから頑張って。はい、自覚しております。さあ、それでは決勝戦となりますので、各チームの代表者にコメントいただこうかなと思います。 1P、2P どっち決まりました？まだ、じゃあじゃんけんお願いします。ちょっと待ってね、決勝戦です、書いておきます。Guilty Gear Exarch、 まだ大丈夫です。3対1だっけ、3対1だよね。ゲーミングお嬢様チームは3点。じゃあね、まず 2P 側の見えない立てないキャラ可愛いチームに、コメントいただいた後にゲーミングお嬢様チームにコメントいただきたいと思います。ここはじゃあ小さい画面にしとくんで、あんま気にしなくていいです。このカメラね、下映しとくんで、コメントだけ、コメントあたり行きましょう。早本さん行きます。はい、では、決勝戦に進みました、見えない立てないキャラ可愛いチーム代表早本さん、コメントの方お願いいたします。いやー、どうしましょうね。キャロムさんと YYY さんの名前だけは覚えて帰ってください。僕はどうでもいいんで、はい、よろしくお願いします。優勝はしちゃおうかな。はい、癒されるわ、この人があの量使ってるんだぜ。ね、はい、では、ゲーミングお嬢様軍団代表ラクリスさんお願いします。あ、こんばんは。チームメイト2人が欠場した時はどうしようかと思いましたが、なんか決勝まで来れて よかったです。はいはい、頑張ります。まあ今の要約すると、私一人で十分だってことだそうです。まあだいぶ守りましたが、さあというわけで、第1回帝甲子園決勝戦始めていけないね、まだね先方決まってなかったね、ごめんなさいね、フライングいたしました。決勝戦の方ね、まもなくスタートとなりますね。もう少々お待ちください。先方決まりましたら、合図をして教えてください。
お嬢様チーム応援しておりますわよと。おーっとフライングパンチです。動けませんか。はい、というわけでね、改めまして第1回ミカド甲子園決勝戦、ゲーミングお嬢様軍団チーム先方は犬ディズイ、見えない立てないキャラ可愛いチーム先方はキャロムディズイ、同キャラ戦となります。本日の大会はディズイがやっぱ多いですね。大活躍しております。で、万葉さん、あ、すいません万葉さん、お仕事お仕事、名前書いて名前書いて、すいません、よろしくお願いします。さあ開幕、アイネさんのディズニーの演奏が刺さる。まあ、本来ここには石黒さんと、ドルフィルさんというね、選手がいたんですけども、まあ、いろいろあってもうラクリスさん以外全員変わりました。ありがとう。二人で足払いからこの二人やってますからね。2杯 ES あーミス、見て魚でしょう、魚でしょうね。ラストアタック魚でしょう、魚で、はい、魚が強いんです。ここね、もう天気予報も毎日魚が降ってきます。さあ、ダイナンドカッチャン、いやもう本当に体調に気をつけてください。本当に無理しちゃいけません。あっとプレッシャーにやられているか、プレッシャーにやられているかって言えたら途端にガンダムみたいな感じになってしまうね。だけどやられましたね、面白いした大会。おーっとブリッツいいですね、無断通りの動きができると、これが本当に大事です。もう一回やった瞬間手が震えて無断通り動けないなんてね、本当に本当になんで俺の体震えるんだよってね、もう常に経験しております。もういつまでやったら大会になれない、そんな緊張感がこの大会に生まれていればよかったなと思います。それで空中ダッシュ、ステップアングルから返して木の実、焼き栗、追いかけたいが、おーっとここでレーザー、焼き栗、おーっと通してった現象ないが、おー上半身ぶときで焼き栗が避けられていましたね、今ね。ちょっと走り込んでからアイネさんが多分勝ってたかもしれません、今の読み合い、ね。さあこれは乗っているか、空中ダッシュ、魚燃えて前範囲、あらららららら、ダウン、危ねえ、一瞬準備がボケてしまった、ボタボタしていたか、最後はパーフェクト、アイネさんが勝利です。そんな格好していたらあなたにとってもないと思いますが、さあスーピー側、いやいや全然好きに出て構いません。いや、いつもの大会ですから、それやばい、いつも通りすぎますよ、早本さん。これ対象枠私ですかと言われて、あれ違う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 、いつも通りがすぎます。いや、このマイセンスさがいいんですよ、早本さん。ゲームの中の令和以外は、ゲームの中の令和は多分早本さんの別人格。マクリッツさんがコメント欄にいるの大丈夫ですか、すごいですね、もうメンタルが強い。ここでコメント欄に相手のね、嫌な情報とか、銀行の番号、暗証番号とか書いちゃったり。さあ、早本さんのレオ、いつも通り急投げ、冷静見ている、構えて中断。さあ、ここでゆっくり安全で、とりあえずがさせたいこと当たってりゃ美味しい。一瞬の隙がついてるスパイトとかね、これが本当によく見えております。さて、サイスラーこれめくりになる、もう一回とかダウン、さあダッシュから投げ、スルーシャルケバースト、まだ構えている、とりあえず打っとく、魚怖いよねーけど、スマイトなら内側に入っちゃうんです。はいはい、ゆりふりを飛んだ、中段もう一回飛んでいる、構えてる、かっこいいポーズ、ハードポイントがついてるぞ。さあ、チャンハイがあの球が伸びてきます、中段一方の選手はアイヌリズイ、ダイナンド、
スパイト、スパイト、スパイト、ハイスラットダイバスパイトタイム、タチケンエース、足もらい、ハイスラバーダダースト、もう一回隠れるぞ、構えて、キーエース、リスクリターンがあってなさすぎる、ダメやし、それでも止めに行けないんです、いけ、キーエース、エース、ジャンプ、触って、ダンシャンピがよろしい、マイハイ、ちょっと回します。足払い中央ジャンハイデッドアングルジャンプ攻撃から波を狙いましたがスワイトスワイト足払い魚首落ち首落ちダッシュ投げは防いでいく魚が飛んでおーバースしかしまだ残るか体力なしデッドアングル通らないあったのは NTT 連勝となります。大将ヤドカリさんに全てを託す形となりました。さあこれゲーミングお嬢様軍団チーム的にはゲーミングお嬢様軍団チームとかなんかすっげえなんか言ってて気持ち悪いんだけど何言ってんの俺みたいな。ゲーミングお嬢様軍団チーム3対1ですね。ヤドカリさんこれしのぐことができるか。みんなだいぶ攻めがね押せ押せですからしのぎ切れるか。ある程度開き直ってリターン取りに行けますからね。今度数も下がります。痛い足の人立ち配、足払い、入れか、寺、ミエス、起こしていく、マイハイ、今日は動きがないんだ、サンハイ、沿線側、届いている、とりあえず打って、入れかが残っているところに入りましょう、ボール、からの、タイプは、おかしい、しかし、ジャイス、ジャンハイ、足までから、入れか、このクラスになってしまった。追いかけますが捕まえられない。オリニアのジャンハイ刺さったが、まあ、ただ足はさっきより直前みたいな人がいたかに、おー空中の足の上から落とした。痛い置き攻めはボールが出なかったが、あの子ねボールでしたよ。キートップ技を振るパチンと当たるという連携になっていますね。なんとただそれだけないね、緊張もあるでしょう。距離を取ってここはね先生は一応引き出ているんですけども A 側がこうチャンスを伺うという形になっています。さてしゃがみながら提供できるのは大きい。さあ出し投げゲージも溜まっていく。魚からもう一回さあカップいてもやはりこれは通ります。前、はい空中ダッシュにジャンプリー。うわーっとこれは通ったか。ウッタイト25残して空中ダッシュ2杯からのこれどうなるんだ。中央で表裏でしょうかね。あおよくあの下がってなあーこんな間に合わない。ダッシュからの2機そしてマイハイのルートこれ良かったですね。バーストガードからガッシュしてこのマイハイが当たるルートまで来ました。素晴らしい判断です。ヤドカリさんの名が大将粘りました。ここは早くジョニーを捕まえたい。さあ出てくるのはアンサー白さんのアンサーです。しかしいつ見てもこのロゴとレイヤーとかっこいい。ねえ最後の最後まで押していきました。ヤドリカリさんの執念の勝利ということでいきましょう。中堅シロさんのアンサーです。アンサーメイドマジ見ねえから分かんねえな。だけどジャンプとか空中攻撃ね、ずっと高い反応するなど、オカレックスアンサー辛そうなイメージがあります。
あーやっちゃったー、画面端、あっ終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう、まだいやまだ、いやけどこいつ PO 出やすいんだよな、まだ大丈夫まだ大丈夫、指導が取ったり、あかんボールが来る、自由に動けない、ね、スッとしたい、ここで取って張り付いてダッシュ、ジャンプに飛びません、地上で我慢している、 DCP が通ってロマンキャンセルじゃない、見て足まで届かないが、ナイス、これイルカ残して移動、ムササビとイルカの移動が速い速い、上海やりきりましたムササビが、こらえた上海くぐ、コメカがここで乗ります、どうだ、こう投げよく捕まえた、最後はイルカニエスを置いていたんですけどもね、そこに刺さりました、チャンハイからここは列車まで行かず、ムササビ前へ持ち上げて、多分チャンス通称してここが乗車がストップで、レシピの形になってしまう、相打ち先に送り出すのはアンサー、これちょっと足がないんで足りたいんですけど、ジャンプリーの V 回転とかの試合者カウンターヒットから強力タク、あんたこれ裏のような動きのような気持ち悪い軌道で降りてきました、見えません、空車上げ、さしさし、あんさ、これ、スラウンド取りますと、忘れておりましたが、本日の最後、優勝が決まります、忘れてた、あんなにも見入っていた、空車上げ、逃がさないぞ、張り付いて、ムササビ、さあ、あるのか、ジャンディ、ムササビ捕らえられたらだいぶでかいんですが、歓声が残っている、さあ、電話がかかってきたか、ここは捕まえられず、ジャンエス、ジャンハイ、通常、さあ、投げて、決めて、画面端、クリップ、ダメ、これはもう受けるしかないか。こっち立ち位置、あー違うな、これ映りが出なかったっぽいが、それでもラッキー結果オーライ、立ち合い列車を空中出し IH ダウンになってる、さあここで空中攻撃、歓声も乗って走っ、さあ打つセミで捉えました、アデミ最高、さて2敗まだ大丈夫、ダウンを一緒に長く勝ったが、ボールが来る返せるか、ボールが打ちてくる、そのタイミングの注意になるかというところですが、この攻め継続ディスティネーションを上げて引っ掛けた時のダメージが、あーうまい、うますぎる、ダッシュリピーよー拾いました、ここは空中ヒットしっかりとマイハイスラーにね繋げていきました、ヤドカリメイこの状況であの判断は素晴らしい、八代さん優勝決められそうな瞬間いくつもあったんですけどね、ようしのぎました、大将戦となります、確率アクセル対ヤドカリメイ、さあランクアップマッチが点灯しての決勝戦、勝った方が優勝となります、第1回味方甲子園大将戦見ていきましょう、おお、ここまで来ました、さあ同じ PS カラー、まず最後はジャグリスさんが決めるのか見ていきましょう、ヤドカリメイのラックコンアクセル、ボール当たらない、先出しでね耐久落としてきました、この耐久の判断が素晴らしい、相手が閉まって PK で使わせて、これバースを先に使わせたチャンス、まあ、攻めつつ待ちもできるが、ここは飛び込みが通ってしまう、2敗からのバーザイコンボ、ダメージ、あそれも一つのガードになっちゃいます、 PK 足払いから使われていく、ベンゼディク打ち出して、おお下前線ダイブが並んだぞ、前ハイまだゲージがない、ここ打ち出して押し込むバースト、メイは難しい、さあ体力残らない、優勝にまずリーチをかけていくのはヤドカリメイ、さて第2ラウンド、アクリさん押したかなと思ったらそこはすかさず返していきました、さあラウンド最後になるべく有利を取っていきたいけど、ビレをかけたら当たらず、上から刺さって続いて 8K
空だ。上海ジャンディさらに画面端に痛恨まで終わってしまうのか。終わりです。まだ、いや、さすがにロマンキャンセルあるよね。前ハイダダッコヒット数バッチリ優勝を決めたのはヤドカリメイ。というわけでですね、第1回味方甲子園優勝チームは見えない立てないキャラかわいい早本レオキャラモディとヤドカリメイチームとなりました。おめでとうございます。スルコンボで終わっちゃいましたね。強すぎると。さあというわけでですね、優勝チームの皆様にね、せっかくだからコメントいただきたいと思います。少々お待ちください。すごかった。はい、ではですね、こっちかな、いや、こっちでいいか。はい、では優勝決めました、見えない立てないキャラかわいいチームの皆様にコメントいただきたいと思います。順番お任せします。まずキャラムさんにマイクを渡しますね。キャラムリリース会のキャラムです、今日のために久しぶりにトデモですごい練習してきましたが、新しく覚えたコンボは、ブリッツされて終わりました。はい、でも本当に楽しかったです。ありがとうございました。ヤドカミです。早本さんに誘われて参加できて楽しかったです。早本さんにこの勝利を捧げます。ありがとうございました。早本の息子です。なんか一戦以外は全部漬物石みたいな感じですが、ヤドカリさんとね、キャロムさんがすごい頑張ってくれたんで、いやもう頭上がんないですよ。本当にこのね、味方甲子園やっていただいた改めて運営チームの方々本当にありがとうございました。また来月ですか。はい、またよろしくお願いします。はい、あのね、本当に画面上のレオと違って大人なコメントをいただきました。早本さんありがとうございます。はい、というわけでですね、第2回の一応で月1でやろうと思ってるんですけど、まあ、予選免除ということで本戦からの参加となりますので、来月もよろしくお願いいたします。あの、優勝して卒業はありません。あのストライブ出るまで連覇していただいて構いませんので、ぜひとも来月の大会もよろしくお願いいたします。で、優勝チームの皆様にはちょっと今日間に合わなかったんですけど、賞状を用意しておりますんで、後で作ってお渡ししますので、はい、今回緑野さんにお願いしていろいろと、ね、作ってもらったんですけど、賞状を作ってもらいました。すげえかっこいいの作ってもらったんでお楽しみに。というわけで本日第1回味方甲子園優勝チームは、繰り返しますが、見えない立てないキャラかわいい早本レオキャラモディズヤドカリメインチームの皆さんでした。おめでとうございます。ね、ラクリスさんは消えたチームメイトどうするかっていう問題もありましたから、優勝した場合ね、大変でしたね。はい、というわけでね、第1回は皆様のおかげでこうやってね盛り上がることができました。もう第1回だから盛り上がったんじゃない、第2回第3回でどんどん盛り上げていくためにもですね、水曜大会土曜大会予選として、いろんな人に参加してもらって、で今日もやってみて、普段対戦しない土曜大会に出てるような、あの文字難易のすごいトップレベルの人たちと対戦して結構試合になってる、もう少しで勝てそうだったって、そういうところがね、自分の自信につながってくれればなと思っております。全然勝てなかったよって人はね、あのこの大会に向けて、あのいろいろと対策していくっていう形で皆さんのやる気につながればいいなと思ってやっていきますので、まあ、ちょっとね、コロナで本当にいろいろ大変で、あのちょっと売上とかも低いんで皆さんに助けてもらってる部分もありますんで、こういう部分で、ウィンウィンの関係になれればなと思います。はい、あ、ちょっと画面変えるの忘れてたわ。本当大変だけどね、皆様それぞれ予防もしつつ対策もしつつ、楽しく遊べるように頑張っていきましょう。だけど本日の大会もありがとうございました。はい、今日ね、さっきまで200人ぐらい見てて、ツイッチの方も80人とか、まあ、合計視聴者数的には300人ぐらい、まあ、あのストライブ終わるまでには1000人目指しましょう。はい。でね、今回ね、残念ながら出られなかった人っていうのも、来週から、ごめん、来月からその水曜土曜を予選にする形になる。その辺ちょっとまだ全然考えてないですけど、月例大会でしっかりやっていこうと思うんで、予選みんなでね、まあ、毎回固定するようなきついところもあるんで、予選優勝者からチームを決めてもらうみたいな感じでやっていこうかなとかと思っておりますんで、
みんなが楽しめればそれでいいかなと思います。はい、というわけで見てくれた人もありがとうございました。普段全然最近その俺もねフラストレーションがもう大会やりたかったんですよ。俺最近レオ練習してるんで、早く火曜大会と木曜大会と土曜大会でジョニオレオ見せとるわと思ったんですけど、なかなか大会開けないもんで、ずっとネット対戦してるだけになって実況もできないしどうしようかなと思ったんですけど、こういう真面目な大会やってるわ、その水曜土曜っていうのはやっぱアドバイス多めの、まあ、分かる範囲でのアドバイスになるんですよ。実況ばっかりだったので今日みたいにね、ちゃんと試合をがっつり昔に実況できて楽しかったです。ありがとうございました。はい、というわけで以上で終了となります。優勝チームの皆様にはちょっと遅れる形になりますが、みのりなさんの作ってくれた賞状を後でお渡しする予定ですので、第2回に向けて頑張ってください。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。本当にみのりのさんには感謝です。すげえかっこいいこのさロゴやばない、これ真ん中のこれ床の工場です。最高です。ありがとうございました。